あなたと今溢れる恋心に色をつけて大切に胸にしまう私たちの恋色め。ハロペコ、今日は群馬県太田市高林東町にある喜多方中華そばザボークレナイさんにやってきたよ。ザボークレナイさんは6月15日にオープンしたばかりのお店です。営業時間が6月から9月、10月から5月まで、時間が違うので気をつけてください。定休日は水曜日と第3木曜日です。入るとまず椅子があって、左に曲がると右がカウンター、左がテーブル席です。今回私たちはテーブル席に着いたんですけど、小上がり席になってまして、低めの小上がり席なので上がりやすいです。そして新店舗なのでとっても綺麗な店内です。これいいよね。卓上はシンプルです。それでは気になっていたメニューを見てみましょう。ラーメンとつけ麺、シンプルなメニュー、そしてサイドメニューがあります。こちらのメニューは14時からのメニューです。11時からのメニューは今回なかったんですが、11時になるとまたメニューが少し変わるかもしれません。肉そば並1000円、ドルルルル。私は今回こちらです。びっくりしたのが、丼が丸じゃなくて四角なんですよ。群馬県で食べる福島の名物喜多方ラーメン、楽しみですね。それではいただいてみましょう。いただきます。スープは白醤油を使った油が多めのスープ。肉がたくさんあるので肉の油が浮いてきてるんですかね。見た目とは違い、あっさりすっきりしてるスープです。美味しい。ザボークレナイさんの麺なんですが、高水平打ち麺を使用しています。もっちりしてそうで美味しそう。食べた瞬間にもっちもちもっちもち、美味しい。噛み応えがある麺が私はこのみ。麺のグラムは並で 150g、 大盛りで 250g みたいです。チャーシューです。厚みがありますね。大きめで割り箸で掴んでも崩れないようなしっかりとしたチャーシュー。このプルプルのチャーシューが楽しみだな。美味しそう。噛めば噛むほど豚の甘みを感じるチャーシューです。スープを吸ってめちゃくちゃ美味しくなってます。その後は麺を頬張っていく。ズズ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 ズ。ミニチャーシュー丼200円、ドルルル。チャーシュー丼が200円ってかなりリーズナブルですよね。ミニチャーシュー丼のサイズ感なんですが、茶碗ぐらいの量です。上にはネギと角切りのチャーシューが乗っかっています。これぐらいがラーメンに合わせるにはちょうどいい量ですね。この角切りのチャーシューかなり煮込まれてる。さっきのラーメンのチャーシューと同じなんですかね。そしてネギ、米につくタレがちょうどいい感じの量。ネギの辛さと甘みの感じるチャーシュー丼、美味しい。なんか私が持つと茶碗が小さく感じるんですけど、普通のサイズのお茶碗です。これは書き込んでグイグイいっちゃいましょう。今日なんですけども、開店同時ぐらいにやってきたんですけども、お客さんがもう行列してて、今も後ろにお待ちのお客さんがいます。早く食べないとね。これぐらいのサイズです。こうやって全部合わせ食べてとっても美味しかった。つけそば代1050円、ドルルル。大盛りなどで麺のグラムは 250g、250g なんですが、麺が平ためのもっちりとした麺なので結構ボリュームがあると思います。そしてつけ汁はネギがたっぷりの白醤油のつけ汁。麺はさっきと同じの高水平打ち麺を使用しています。そしてこちらの白醤油のつけ汁にダイブ。どうですか、このキラッキラな麺、もうたまりませんよね。つけ麺ファン必見。それではいただいてみる前に、この容器激アツです。触らないように気をつけてくださいね。おいしい。私この手の麺の食感大好き。おいしいですよ。つけ汁なんですけども、ネギの香りが残るあっさりとしたつけ汁です。
あっさりしてるんですけど味はしっかりついているので、つけ麺に合わせる最高なスープです。つけそばの方には小さく切られたチャーシューが乗っかってますね。それもくぐらせて、うまげ。こっちのチャーシューはなぜかトロトロに感じますね。めちゃくちゃうまい。弥生姫の生いちご900円。ドロロロロ。そしてザボークレナイさんといえばラーメンも食べられて、14時からかき氷も食べられるということで、今日は夜伺ってみたんですけども、これで900円の相当なボリュームです。こちらのかき氷、11時からの提供はできませんのでご了承ください。日光天然水のかき氷なんですけども、この手のかき氷は頭キーンってならないやつですよね。もうふわふわで雪のようです。それでいちごの種がたくさん見えますね。さすが生いちご。やっぱりシロップとは違って甘すぎない感じなんですよね。爽やかないちごの味、いちごをかなり感じるかき氷です。かき氷結構な山なので、食べる時にこれ気をつけないと崩れちゃうかもしれませんね。弥生姫も美味しい。そしてなんだこれ、奥から、これは多分ゲンジパイじゃないですか。多分、まさかね、奥からゲンジパイが出てくるとはびっくりしましたよ。いちごのかき氷とゲンジパイとは斬新ですね。このゲンジパイの塩っ気といちごの感じすごく合う。食感がやっぱり違うっていうのもあるので、楽しい美味しいかき氷でした。肉そばごちそうさまでした。ミニチャーシュー丼ごちそうさまでした。つけそばごちそうさまでした。かき氷ごちそうさまでした。それでは振り返りです。ラーメンと一緒にかき氷を食べられる、群馬でなかなか食べられない北方ラーメン、うまし。かき氷はシロップもいいけど生いちごおすすめ、美味しすぎました。麺のもちもちも好きだったな。本日はごちそうさまでした。